こんばんは。スピリチュアル研究家のカエデです。ツインレイの最終ステージとされる魂の統合。統合を果たすことで、ツインレイという他人をまるで自分のように、無条件に愛することができるようになります。そんなツインレイの統合前には、統合を妨げる闇が訪れたり、 統合を知らせるスピリチュアルな出来事が起こります統合前の現象やツインレイの変化を理解することで統合の時期を知ることができるでしょうこの動画ではツインレイの統合前に起こることについてスピリチュアルの知識を交えて分かりやすく解説していきます。 ツインレイの統合前には闇と呼ばれるものが訪れます。闇とは、簡単に説明すると、ツインレイの絆の深まり、統合を妨げる人物、現象、真理といったもののこと。ツインレイはお互いが相手にとっての闇を照らす光の存在。 その光の輝きを覆ったり失わせてしまう存在が闇と呼ばれているのですね。魂を統合に導く光となれるように闇の正体と対処法を学んでいきましょう。起こることにシンクロニシティを頻繁に体験するツインレイと出会った時やサイレント期間が終わる時など二人の絆が深まると シンクロニシティという現象が起こることがあります。統合前の試練を乗り越えたツインレイは、シンクロニシティを何回も必然的に体験することになります。起こること3点体調不良になる。ツインレイ女性が体調不良になる原因は、ツインレイ男性と出会って魂が急速に成長するためです。 魂の片割れに出会えたことでツインレイ女性の魂は大きな喜びに包まれます。それがエネルギーとなって魂を成長させるのです。そして今までにない魂の成長に体が追いつけず体調不良を引き起こしてしまいます。ツインレイ女性の体調不良の症状は 主に強い眠気と腰痛や頭痛、吐き気です。普段の生活にも影響を及ぼすので、体調不良がストレスとなり、悪化する場合もあります。特にサイレント期間は、ただでさえ辛く苦しいもの。体調不良に加えて、サイレント期間での精神的不安がのしかかることも、休めるときには休み、 心をリフレッシュする機会を作るようにしてくださいね。そして、この先には幸せが待っていると信じる気持ちも大切です。またツインレイ同士は魂で通じ合っているので、相手の体調がシンクロすることもあります。同じタイミングで体調不良になったり、相手に会うと体調不良が治ったりすることもあるでしょう。 一方でいい変化も起こります。性エネルギーの交流によって女性らしい体つきになり食生活が変化して痩せることがあるのです。このようにいい変化と悪い変化を繰り返しながら魂は覚醒していきます。ツインレイ女性眠い眠れないツインレイ女性が抱える睡眠の悩みには 眠気に襲われる場合と眠れなくなる場合とがあります。これらは両方とも魂のエネルギーによるもの。魂の成長による疲れが激しい眠気となります。一方、エネルギーが溢れて興奮すると眠れなくなるのです。眠気は疲れ以外にも穏やかな性エネルギーを感じることでも起こります。 特に統合前に多く見られスピリチュアルな感度が高まって安らぎを感じるのです。ツインレイ女性腰痛や頭痛、肩の痛み、腰痛、頭痛、肩の痛みなど体が痛くなる症状が出ることもあります。これらはすべて体にあるチャクラが原因です。チャクラとは エネルギーの出入り口のこと、チャクラは体に7つあり、そこから絶えずエネルギーを循環させているのです。チャクラは7つ全てのバランスが大切で、そこが乱れると体調不良を引き起こします。特に頭頂部にある第7チャクラは、宇宙のエネルギーを取り入れる場所です。 性エネルギーはそこを通して交流されるので交流が活発化すると頭痛が起こりますまた肩の痛みは左肩に集中する場合が多いようですツインレイ男性からのエネルギーを受け取る場所がツインレイ女性の左肩にあると言われていますつまり左肩が痛む時は ツインレイ男性からの愛を受け止めている瞬間なのです。ツインレイ女性は、動機や吐き気に襲われることも。これらは、ツインレイ同士の波動に違いが生じると起こる症状です。元が同じ魂なので、波動も同じはずの二人。しかし育った環境や今いる状況が違うと、 波動にもズレが出てきます。すると魂はうまく交流できず、動機や吐き気に変わってしまうのです。相手との関係がうまくいっていない時や、相手が落ち込んでいる時にこの症状は起こります。起こること4。ツインレイの統合前には、理由もわからず涙が出る人もいます。統合前の涙は、 悲しかったりストレスを感じて流れるわけではありません。その一方で、幸せを感じた時の嬉し涙とも少しだけ異なります。統合前に涙が出る理由は、一言で表すなら、達成感です。ツインレイと共に現世に転生したその瞬間から、 二人は統合に向けてたくさんのことを学び続けてきました。統合前に流れる涙は、人生をかけた学びを二人で一緒に終了できた証です。ツインレイから無条件の愛の与え方と受け取り方を学んだあなたは、その愛をツインレイ以外の人にも与えることができます。統合後は、 ツインレイ同士の一対一の愛から、一対多くの愛へステージを上げて、無条件の愛を多くの人に届けてくださいね。ツインレイの統合前には、今回ご紹介したようなスピリチュアルなサインを見つけることができます。これまで通りにツインレイを愛しながら、統合を焦らず恐れず、 サインに気づくその瞬間を心待ちにしましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。